雲の切れ間から時々薄日が差す松山市内です。昨日のような強い日差しはないんですが、手元の温度計は34度を超えています。じめっとしたこもるような蒸し暑さになっています。湿った空気の影響で雲が広がった今日の県内、湿度は 60% 以上と高く、日差しが届いた南予を中心に猛暑日一歩手前まで気温が上がるなど、各地で体に応える蒸し暑い一日となりました。松山市内のスーパーです。暑さに強いスイカや県内産のつるむらさきが好調の一方、急に気温もガッと上がりましたので、歯がこう溶ける状態ですね、はい。小松菜や青ネギなど葉物の野菜は収穫を前に葉が溶けてしまう状態に。収穫量が減り、価格は通常より 1.5 倍ほど高い状態だといいます。暑さの影響は他にも。どんどん早まってる感じがしてて、非常に産地リレーがうまくいかない場面が増えたなと思って、次どこのが出てくるなっていう感じで予定を立ててたんですけど、今はもうそれよりも全然そういう予定が立たないというか、困ってます。どうしたらいいですかね。今店頭に並んでいる野菜は例年よりも早い時期から前倒しで出荷されているため、葉境期に数が減り値上がりにつながる恐れがあるというのです。極端ですよね、天気がもうこういう状態なので、もう人間もどんどんこうちょっと体調おかしいなっていうことになると思うんで、野菜も育つの大変だと思います。異変は定番の夏野菜にも。桃太郎トマトです。松山市北条地区の山本勝樹さんが50アールのハウスで栽培しているトマト。特別暑いんで実が少ない状態です。もうちょっといつもなら実がついて赤く本当に食べ頃のトマトがたくさんあるんですけど、山本さんによると、ここ最近の35度を超える暑さで通常200キロほどあった収穫量が7割減の60キロ程度にまで落ち込んでいるということです。こういうふうにちょっとひびが入るんですけど、劣化いうんですけど、あと色ムラ、光が強いと色にムラが出て、こういうふうな青いところが残ったり。さらにこの暑さで花が咲いても受粉せず、実をつけることなく地面に落ちてしまうものが増えているのだとか。トマトも夏バテ気味です。松山地方気象台によると、この先1週間も猛暑が続く見込みの県内、当面はハウスに日差しを遮るシートを張ったり、風通しを良くしたりするなどの対応で暑さをしのぐ予定です。花が咲いて収穫までが40日から50日なんで、秋口9月運動会シーズンで一番需要のある時なんで、ちょっと我々にとって農家にとってはちょっと辛いかなという状況です。心配してます。